皆さんこんにちは、イニマットリックの池田です。こんにちは、坪井です。今日はもう本当に久しぶりにリックケドのネタ会ということで、はい、早速、はい、今日の機能は何でしょう。今回はリックケドを使ってプレゼン資料を作ってみるというのをやってみたいと思います。はい、よくあのプレゼンボードって言って、おそらく皆さんこう A3 とかの紙にこう、うん、平面、立面、パースみたいなのをこうレイアウトして出されてる方が多いんじゃないかなと思うんですけども、こんな感じでこう表紙をつけてゾーニングとか、うん、でパースで、はいはいはい、こういう感じでこう複数枚にこう当たってこうプレゼン資料を作るみたいなのを、はい、実は結構リッキャドって簡単にできるんですよ。あれ、そんなイメージないですけどね。そうでしょ、うん、あんまりイメージないでしょ。ないないない。こんなこうちょっとおしゃれ立面図作ってみたりとかね。おしゃれおしゃれ、まあ立面、ああこれめっちゃいいじゃん。こういうね、食材のこう提案シートみたいなの作ったり。え、これは、うん、もうもちろん図面に入っている食材がここに一覧で出ちゃう、ね。そう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 。はいはいはい。この辺もちょっとご説明したいと思います。はい。PDF で作っちゃえばね、お客さんのこうスマホに送ってみたいなことも簡単にできるじゃないですか、うん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 、ね、ブラウザ上で見れますからね、うんうん、PDF だと、うん、そう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 、うん、デザイン的にはね、ちょっと私が完全にこうデザインしたものなんで、ちょっとデザイナー池田としてはちょっと不満があるかもしれないんだけど、確かにそこはちょっとなんかダサくないですか和風とか、やっぱりやっぱりちょっとね、このなんか色合いとか私のイメージではまあこれぐらいがちょっとね、うん、見解だったちょっとこうグラデーションを使ってみたりしてね、こうちょっとこう枠を使ってみたり、いらんことしてますよね別に枠いらないんじゃないって、あ、そう、なんかこうグラデーション使いたがる、シンプルなグレーの枠とかでよかったのにみたいなわざわざこんなことしちゃってあ、そう、はい、まあ、こんなの踏まえこの意識が全てリックケドで出せるってことなんですか。そうなんですよ。ナビゲーションパレットからこうレイアウトっていうのを作れるんですけれども、はいはいはい、ここで通常はまあ皆さんこう1枚のレイアウトにこう平面図とパースをこう並べて印刷みたいなのが多いと思うんですけども、うん、このレイアウトって何枚でもこうできるんですよ。さっきお見せしたこうゾーニングの紙、パースの紙、はい、部分パースの紙、平面図の紙、立面図の紙、はい、植栽提案の紙、はい、でその辺をこう枠を作るのはこのマスターレイアウトっていうんですね。それは自分で作れるってことですよね。そう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 、このマスターレイアウトはこう自分で作って、このちょっとこれ私が作ったんですけど、この画像ですか、塗りつぶしツール、あー、塗りつぶしツールの上に文字を重ねてるんだ、うん、そう線形グラデーションっていう、このグラデーションでこの緑の2色でグラデーション作って、白の白文字のこうちょっとイタリックな感じのおしゃれフォントをちょっと並べて、これもそうですね、これも塗りつぶしツール、線形グラデーションでこう、なるほどなるほど、縦にこうグラデーションつけて、でこのグラデーション具合もね、このね、ここでちょっとこう調整できたりちゃんとできるんですよ。この、まあまあ、斜めにしにか、はい、でもお好きにね、お好きにバーを作れるみたいなこと、その会社のロゴとかね、これは画像なんですけど、これは画像ですね、これは画像ですね、画像で自社のロゴなんかを置いて、まあ、だから別にプランのタイトルね、その帯自体もね、画像で作ってロゴ入れて貼り付けるとかもできるってことですよね。そうそうそう、はい、でこのマスターレイアウトでレイアウトしたものがこう全てのページに、まあ反映しないとかももちろんできるんですけども、今はちょっと今回は全てのページにこのマスターレイアウトを反映していると。でこれマスターレイアウトってこんな感じで赤く表示されるんですよね、リッケドデフォルトで。はい、でこれ触れないんですよ、もちろんこう、はい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 、マスターレイアウトにあるものでこう編集できないっていう意味でこう赤く表示してる。ああ、そういうことですね、はい、うん、だから別にもちろんこのマスターレイアウトだとこう触れるんですよ、出力しちゃえばちゃんと緑に戻るってことでしょ。あ、そう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 、別にいいじゃないですか。でもここでちゃんと色見たいって人が、ああ、いるかしらいたとしようよ、はい、表紙作るときとかもね、はい、なんか、はいはいはい、なんか表紙のイメージわかねえな、あー、なるほどなるほど、うん、そんなとき作業環境を開きます。作業環境の画面オプション、はい、ここですね、レイアウト上のマスター項目に同一カラーを使用する、はあ、ここにまあ今赤が選ばれてるんです、まあ、ここでもちろん色変えたりもできるんですけど、
はい、ここでチェックをオフに外してオフにするとこんな感じでなんで触れないんだってなるでしょう。いやいやいや、そんなことないと思いますけどね。そう、はい、まあそういう人はあのさっきのチェック外していただければ普通に見えます。はい、じゃあ続いて、まあ、こちらのパースページはこう、ね、レンダリングした画像を貼り付けてるだけです、ね。はい、この部分パースはこう4枚の画像と4つのおしゃれ枠をつけてる感じですね。まあほとんどいらないと思います。余計なことしなくていいですよ、もう。なんかガチャガチャしてますよ。多分パースだけの方が綺麗ですよ。そんなことも簡単ですよ。こう選んで選択解除しておいてデリートと。まあほら、すっきり、すっきりって言っちゃってるじゃないですか。まあこれ平面図はね、こうレイヤーをさっきの平面図と違うじゃないかってことなんですけど、実はこのレイアウトした平面図って、うん、ちゃんとこの配置した時のレイヤー情報を持ってるんですよ。ほう。だからこういうこうね、パース用に置いたものとかをこう、例えば寸法図を出して文字こんな感じで、でこの草花とかもこうごちゃごちゃしてるじゃないですか。うん、なんで草花とかをこう非表示とかにしてこうデザイン波線とかでね装飾なんかするとこうもじゃもじゃがなくなってこうすっきりする、まあ、平面図として認識しやすくはなりますよね。これも一つのテクニックですね、平面図作るとき、はい、で立面図、これ実は立面図影をつけて、あ、本当だ、うん、ちょっと雰囲気がいつもよく見て、ちょっと違うでしょ。確かにちょっとなんか柔らかくなりますね、うん、影があると。そうそう。で最後この植栽提案シート、あ、これ素晴らしいですよね。ぜひ覚えておいていただきたいんですけれども、前にあの清田さんの回でちょっと紹介したことあるんですけども、そうだっけ。図面仕上げ図面仕上げの中にこの、あ、はい、はい、はい、そうそう、清田さんが植栽なんですね、提案施工ですね、図面仕上げの時、そうそうそう、教えてくれましたね。そうそうそう、なんかこうシート今、そうそうそう、普通はこの植栽シート作成っていうのでこう PDF をこう作るっていう方が多いと思うんですけど、このね画像配置、これをします。画像配置、はい、そうするとこんなのが出てきます。この画像配置のに出てきたのも今ここで使われてる植栽が出てきてる。そう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 、すごいな。こういうウィンドウが右側に出てくるので、これをこちらのところにドラッグ&ドロップします。おお、ちょっとわざと1個開けときました。あ、そうそう、開いてるよって言おうとしたらこれのために開けてたんですね。そう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 。でこれ実はこの画像とテキストが一体化してるんで、まあ、グルーピングされてる、そうそうそう、自分でグループ解除してこう文字打ち替えたりみたいなこともできます。おお、なるほど。でポコッと、でまあやっぱり最初に置くとこうどうしてもこうサイズがなかなかね、なあ、確かにぴったりは合わないと思うので、うん、これ全選択して、加工のサイズ変更、図面上で定義、このまま OK をして、はい、ここを基準にここの点を縮めるみたいな、ね、はいはい、で縮めるのは図面枠のちょっと内側の方までピッと、あー、なるほど、あ、こういう縮め、今縮尺されたんですね、全体的に。そうですね、ちょっとセンタリングちょっと調整してこんな感じで、あらあら、簡単、簡単でしょう。これめっちゃ便利ですね。うん、まあ部分パースとねセットでこうレイアウトしたりなんか、あ、めっちゃ便利ですね。その PDF でね出力してしまうとまた PDF 取り込んだりとか、そう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 、そのねシートでダダダダって出てきちゃうから使いにくかったりするかもしれないから、別で提案資料として出さないとっていう時もあるかもしれないんですけど、そう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 、これだと確かに、うん、自由にねレイアウト、自由にレイアウトできるっていうのは、うん、いいですね。で最後印刷なんですけども、はい、このまま印刷しちゃうとこのページしか印刷されないんですよ。ああ、今開いてるページしか印刷されない。そうそうそう。じゃあどうやってこれをセットでまとめて PDF にするか、表紙から植栽テーマ、これをシフトで複数選択します、はい、この状態でファイルから印刷、通常このレイアウト全体になってるんですけども、はい、今回この選択したレイアウト、はい、
ップするとこうやって1ページから7ページって、はいはいはい、デフォルトでこっちなんですけども、ここだと1から1ってなって今映ってるやつしか印刷できないんですけど、これで印刷をかけると、ここで名前つけて、これでさっきちょっとだけ編集した、部分パースの部分ですね。あ、本当だ、いらないものが消えてる。すっきりすっきりしました。あ、全部出てますよね。はいはいはい。最後に置いたこの山帽子も置いて、反映されてますね。レイアウトされて、別にめっちゃ一瞬であの PDF 化もできて、もうこの情報ってプランファイルに保存されるんですよ。あ、はい。なのでこう自社のプレゼン資料っていうのをあらかじめ一回作っておけば、毎回このプレゼンシートでさっきの平面図と立面図だけこう入れ替えたりとか、はい、この植栽のシートもね、あのその時の物件の使ってる植栽のデータをこう、ドラッグアンドロップしてこうレイアウトするとか、手間かからずこのこういった複数枚のプレゼン資料を作る。そうですね、まあ、ビッグプレゼンはその画像の加工をしたりとか、いろんなちょっと加工するときは便利ですけど、シートだけならこれで十分な気もしますね。そうなんですよ、まあ今までね1枚でしか提案したことないという方がもしいらしたら、平面とパースと植栽シートそれぞれバラバラで印刷してたとかのパターンもあるでしょうし、ここで一括でできるんだったら、でしかもプランファイルに保存できて使い回しができるんだったら、だいぶ効率的というか、知らない人結構多いんじゃないですかね。うっすらなんとなく仕組みは理解してるけど、多分こういう風な提案してる方は少ないと思いますね。なんかやっぱりめんどくさいみたいな、なんかたくさん枚数作るのめんどくさいみたいな、あ、まあまあまあ、思っちゃうんですけど、実はビジュアル的には確かにちょっと、ハードル高そうな感じを最初しましたけどね。そうでしょう、実は、ね、はい、簡単なんですよ。リッケードにああいうプレゼン資料を複数枚複数ページ準備しといて簡単に作るっていう機能が実は搭載されてるので、まあそういう使い方をすれば、はい、今までね、あのご存じなかった方もちょっと二の足を踏んでた方も、ぜひ今日の提案で、やってみようかなっていう人がいたら、もしぜひお使いいただきたいですね。今後もね、その皆さんがなかなか使っていないのではないかという機能を地味、地味ながらも発信していこうと。じゃあそれではリックティビットピックス、今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。